はい、トモコンチャンネルです。はい、今回はちょっと別のね、キットの紹介です。ここ何日か前に、3台ですね、まあこれは箱だけ前紹介しましたが、その時はプラッツのキットの、まあ、JTCC の、ね、コロナですねを部品紹介とかしてましたが、今回は長谷川さんのキットの、これは、ね、日産のパルサですね。はい、GTIR のラリー用のやつですね。ラリーのやつですね。はい、それを部品紹介をしてみようと思います。はい、で、一応ね、もう箱から紹介します。まあ、こんな感じですね。1991年の時のね、バルサ GTIR で、ラリーに出場して、まあ走ってた車ですね。はい、で、はい、これは4代目のパルサ N14 っていうやつですね。はい、これで、GTIR のやつで、僕もねちょっと今さっきなんですけど、説明書のね、このラリーのやつですね、このパルサー GTIR のまあ馬力ですね、はい、を見てちょっとびっくりしました。はい、まだ後からね、その説明書の男のこういうやつですね、説明するところをお見せします。まあ、ここにも書いてますね、まあ普通のねスカイラインの GTR みたいな感じで、フルタイムの 4WD のシステム、アテーサですね。はい、アテーサ 4WD っていうのかな。はい、それをついてて、このラリー用ではラリーのやつのパルサの GTIR ですね、馬力がねこれですね、300馬力以上ありました。それのターボですね。はい、まあこんな感じで、説明書にも書いてます。はい、で、まあ出来上がったらこんな感じですね。はい、で、内装もこんな感じで、まあタイヤですねが、まあ、パンクしたりとか、そういうのがあるんで、これはスペアタイヤはこのね、内装の中にですね、車内の中についてます。はい、でこんな感じですね、左ハンドルのやつですね。はい、 WRC の第5戦でこれはアクロポリスラリーに参戦したパルサー GTIR ですね。はい、これ長谷川さんのキットでね、これ今僕買ってきたっていうか、まあ買ってずっと置いてたのはこのパルサーの GTIR のラリーのやつなんですけど、ノーマルのパルサー GTIR もあります。はい、それはね、ホビーショップメガドクさんにあります。はい、まあそんな感じですね。はい、こんな感じで、
でこんな感じですね。はい、まあちょっとね、これから部品紹介します。はい、今からね、部品紹介少しだけしますが、はい、やっぱね、レースとか、まあ、ラリーとかのやつなんで、一応ボディはこんな感じですね。フロントバンパーもリアバンパーもボンネットもついてないです。はい、まあ、これがパルサーの GTIR のボディですね。はい、であとシャーシの裏は同じような感じですね。はい、シャーシは同じ感じですね。はい、で、こんな部品とか、まあ足回りとかで、これは内張りですね。はい、まあこんな感じですね。でここにも足回りとかですね。はい、でこれがまあボンネットですね。はい、ダクトついてますね。はい、でサイドステップかな。はい、で、フロントとリアのバンパーですね。羽かな、後ろのハッチバックにつける羽かな。はい、になってますね。でバックミラーとかですね。はい、まあ、内装とか足回りとか、ロールバーとかですね。はい、これなんか、燃料を入れるね、蛍光管みたいなやつですね。はい、また作るときにね、まあちょこっとちょこっとずつ紹介します。はい、でダッシュボードとか、はい、ワイパーとかですね。で、バケットシートとホイールですね。はい、タイヤが普通にね4つと、でスペアタイヤ1個ですね。で5個になってます。でメッキのパーツですね。はい、で、クリアパーツ、まあヘッドライト、テールとか、ガラス面ですね。はい、こんな感じです。まあこれもね、マスキングのやつですね。ガラス面とかにつけるマスキングテープ、テープというか、まあシールですね。はい、で、まあラリー用でもレースのやつなんで、デカールは多いです。はい、細かいのがこれだけ、はい、あります。はい、こんな感じですね。で、僕、まあ、長谷川さんのキットはね、何個も作ってますが、このパルサー GTIR っていうのも初めて買ってきて作るんですけど、普通のね、普通のというか、まあレース用、レースの
カーモデルとかは作ったことあるんですけど、このラリー用ですね、ラリーのやつは作ったことないんで、初めて作りますんで、はい、まあ今からね、ワクワクしてます。はい、またね、作るときに、ちょっとずつ紹介していきますんで、またそのよかったらその時は見てください。はい、またね、今回はこのね、長谷川さんのキットのパルサ GTIR のラリーのやつを部品紹介しましたが、もう一個ね、タミヤさんのキットのトヨタの BB ですね、はい、それも部品紹介まだ残ってますんで、はい、またそちらも近々紹介しますんで、よかったら見てください。はい、それでは今回はこんな感じで、まあ、少しなんですけど長谷川さんのキットの日産パルサ GTIR のラリー用ラリーのやつですね、はい、の部品紹介をしてみました。はい、また次回、何するか分かりません。それでもね、よかったらまた次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。